こんにちは。突然ですが、あなたには今気になる女性はいますか？もしいると答えた方、その方とは普段からどのような LINE をしていますか？職場に意中の女性がいる方は仕事の相談、プライベートでそのような女性がいる方は仕事以外の話など LINE を通じてたくさんの話をしていることでしょう。女性は話好きな生き物ですから、 LINE を通じてたくさん話をしてくれるはずです。しかし、その女性があなたに脈なし、つまり今以上の関係の発展を望んでいなければ、それを何らかの形で LINE で伝えてきます。今回は女性からの脈なし LINE と題して、その内容を9選ご紹介していきます。ぜひあなたの日常と照らし合わせて視聴してみてくださいね。女性は男性よりも LINE を愛用している？今や連絡ツールとして当たり前に使用している LINE、 手軽に使えるということもあり、今や使用していないという方の方が少ないのではないでしょうか。その中でも女性の LINE の使用率はとても高く、1日のうちのかなりの時間を LINE に使用しています。女性と LINE を頻繁にしている男性はよく知っていると思いますが、LINE の中で女性は話す相手によって対応を変えてきます。その女性が好意を寄せている男性には素早く返信し、そうでもない男性にはすぐに返信しなかったり、文面も好きな男性には顔文字を頻繁に使用し、そうでない男性にはスタンプのみといったところでしょうか。このように女性は LINE の中で脈がない男性にはとても使用対応になります。それではここから女性からの脈なし LINE の特徴を9個取り上げていきます。 1. 返信が返事の一言のみ。こないだ一緒に行ったお店、料理が美味しかったよね。そうですね。最近暑くなってきたよね。そうですね。と、このように返信がそうですねと一言のみの女性がいたら、その女性はあなたに脈なしです。自分の時間を使ってまで話を続けたいような相手ではないということを伝えようとしているのでしょうね。無理に会話を続けようとはせず、あくまでも自然体で接するようにしましょう。 2. 既読をつけ数日経っても返信なし。こんな反応されたら、さすがに俺嫌われてるのかな、なんか変なこと言ったかなと気づく男性も多いことでしょう。あれだけ LINE 好きで返事が早い女性ですが、送ったメッセージに既読だけつけて、あとは数日スルー、ひどい時には未読無視なんてこともあります。これは女性があなたの LINE は返信するに及ばない、返信したくないといったマイナスな考えが現れています。どうして返事くれないのと催促したり、返事が来ないのを無視してことあるごとにメッセージを送ったりするのは、女性をより嫌な気持ちにさせてしまうので逆効果となってしまいます。心が痛いかもしれませんが、この場合の女性はそっとしておきましょう。 3. 会話が続かない。女性同士なら時には永遠に終わらないんじゃないかくらい LINE が長時間続くことがあります。次から次に話したい内容が出てくるがゆえにそうなってしまうのです。このような女性は、自分が脈ありな男性から LINE が来たとしたら、これでもかというくらい話題を振ってきます。逆に自分が脈なしの男性だったら、この男性と話しても楽しくないと言わんばかりの対応を取り、その男性と早めにメッセージのやり取りを終わらせるような動きをしてくるのです。それがこれ以上会話を続けようとしないという言動につながります。そういえば最近この女性はなんでか LINE が続かないなという方がいましたら要注意です。あなたが好意を寄せている女性は実はあなたに脈なしかもしれません。あんなに LINE が好きな女性がこのような一変した態度を取られると、思わずびっくりしてしまいますよね。中には恋愛テクニックとして言葉の駆け引きとして使用する時のために、頭の片隅にでも分かるように収納してみてもいいかなと考えています。 4. 世間話をしない。世間話をしない会話とはどんな会話でしょうか。私自身世間話をよくするので、するなと言われてもその方法がパッと思いつきません。でも一つ言えることは、女性は男性であるあなたと話すとき、世間話を振ってこないということは、私はあなたとそれほど長くは会話をしたくないと訴えている証拠と言えるでしょう。この場合も決して問い詰めたりはしないように、
どっしりと構えておくことが必要であると言えるでしょう。5、疲れたからという理由で LINE が途絶える。例えば夜遅くにある男性からメッセージを受け取って、開始早々もう疲れたから寝るねといったようなメッセージを受け取ったとします。俺は眠くないからもう少しメッセージのやり取りをしようよ、俺が起こしてあげるからまだ話そうといったように、今から本当に寝ようと知っている女性に対して無理やりやり取りを伸ばそうとしている男性、このような場合の女性の扱いには十分に注意しましょう。下手に刺激してしまうと訴えられてしまったなんていう行き当たりばったりな結果になってしまうことが予想されます。6、異性の話題を避ける。通常ならお互いに彼氏彼女はいるの?と聞く方が多いと思います。 LINE 上でも同じです。しかしどちらからともなく異性の話題を振ってこないということは、男性であるあなたとそれ以上の関係に発展させたくないという気持ちが込められています。無理にこの話題を引っ張るのではなく、まずは自然な会話へ持っていくことが重要だと思います。7、タメ語ではなく敬語でのメッセージ。こないだ一緒に飲みに行ったお店の料理美味しかったね。はい、その節はごちそうさまでした。またご一緒できればと思います。といったように、せっかく LINE でやり取りしているのに、まるで社内メールでやり取りしている上司と部下みたいな文面、面白くもなんともないですよね。男性であるこちらからすれば敬語を使わず、もっと砕けた感じに話したいところでしょう。女性が LINE でも敬語を使ってくるということは、まだ男性であるあなたを警戒していることに他なりません。中には本当の上司と部下での LINE のやり取りもこのように上下関係が現れるような場合もあります。一概に敬語を使っているから完全に脈なしとは言い切れませんが、まだ警戒心が解けていない状況ということになりますね。8、顔文字を使わないメッセージ。女性は LINE で何かと顔文字や可愛らしいスタンプをよく使用します。女性同士の LINE なら顔文字やスタンプのオンパレードで逆に文章が短かったりもします。そんな女性からのメッセージが顔文字スタンプを使用せず無機質なものであったとしたら、あなたはどう思いますか？これは女性が男性であるあなたに女性らしい一面は見せたくない、むしろ女性らしい一面なんて見せる必要がないと考えているからなのかもしれません。9、むしろ返信なし。一番きついですね、無視は。もうこうなったら最後、その女性からの LINE は諦めましょう。それこそ下手に刺激すると女性から訴えられてしまいます。用事ができて返信する間もないほど忙しいということもあります。淡い期待を抱きつつ女性からの返信を気長に待ちましょう。いかがでしたでしょうか。 LINE 好きな女性が脈なし男性に見せる表情、もし今ある女性との LINE が続いているならば、一度メッセージのやり取りを見返して、この時不機嫌だったのかなといった見直しをやってみてもいいかもしれません。最後までご視聴ありがとうございます。この動画が気に入りましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。